バイデルです。今日は突然ジビーはい、どうぞブスブスなんのかいよ。もうダメ、お笑いに行っちゃったお笑いに行っちゃった。はい、はい、今日は殺人シリーズやね、なんだっけ、殺人シリーズ覚えてください。はい、いっぱいコメントになりました。ロッティを言ってみましょう、今日は。はい、今日はロッティです。ロッティのコツを。ロッティのまたの名をラウルと言います。ラウル、あ、これは重要です。これ重要、まず名前ね。はい、韓国はラウルって言います。ロッティのことを韓国、うん、もうあの国が違うと全部違います、名前。これを覚えておいてください、うん、これ大事、名前替えする人とか、はい、ものすごく大事。これロッティです。ロッティです。韓国はラウル、それで紅葉したらピンクラウルとか、うん、言うでしょ、うん、これ韓国じゃ普通なの、うん、ロッティの一緒、古い株で紅葉したらピンクラウルって言うの、言われたって韓国から言われましたでしょ。騙されて買わないようにでしょ。ちょっとピンクがないけピンク、はい、ピンクラウルピンクラウルピンクラウルそういうこと、はい、そういうこと、そういうことです。わかった、うん、ただのロッティです。わかった、いいでしょ。はい、いいよ。まずはだけ、じゃあこれから行こう。じゃあ見て、ハゲ散らかしております。みんなこうなるって言うんやろ、夏に、うん、そうそうそう、みんなこうなる、なんで貧相にっていうこと、うん、今日教えていきましょう、はい、でしょ、はい、まずロッティは肥料がいります。はい、わかる。肥料が切れてみんなも覚えがあるでしょう、うん、ロッティがだんだんなんか貧相になっていきます。貧相、茎ばっかりになって、これ、あ、これもそう、これそうやでしょ。肥料をあげてないとこういうふうに貧相になって、うん、スカスカになって、うん、なんか可愛くないよねってなっていく、うん、これは肥料をあげてください、はい、こうなる前にあげてください。それをちゃんとやってる私は、はい、どっちゃーん、あ、これはあれが、錦やけど、ロッティの錦やけど、こうちゃんと仕立てていくとこうなります。かわいいでしょ、子供もいっぱい出て、あ、ハゲ散らかしちゃう、あ、これはハゲ散らかしてますね。かわいいでしょって、子供もいっぱい錦が出てきて、はい、でしょ、かわいいでしょ、モリモリでしょ、でしょ、これはだっけ、うん、肥料をあげる、はい、で今から、今まだこう肥料効いてるの分かる、うん、でしょ、肥料効いてるでしょ、これを、うん、秋冬で緑が全部なくなって、うん、ピンク色になっていきます、うん、分かる、はい、肥料を抜いていく、うん、だけど肥料を投げるタイミングとかを自分で測って、これ来年度危険やな、え、ハゲ散らかすな、いや大丈夫です、あの肥料を肥料を春頃楽しんだ後ぶち込みますでしょ。でもちょっとな、ちょっとこれ本当にこれで、あ、ちょっとこれはさ、だからさ、なかなかさ、この動画でさ、言えないとこっていうのを分かってください。環境で違いますので、水やりの量、ね、こういうので全部違うから。でも肥料をあげないと、ハゲ散らかすっていうのを覚えちゃって、貧相になっていく。なんか寂しいなーってなっていっちゃう。でしょ？そこを調整していく。でしょ？これ今日の一番大事なとこね、はい、一番大事なのは、うん、ラウルっていうこと増やし方、はい、どうぞ。増やし方はもうカットだけ、カットだけ、はい、私はもう
向きません。ハザシは確率が悪いです。ものすごく悪いです、はいはい、いつの間にかいなくなっております、はい、そういうことです。あでもおる人おるかもしれん。私はいつも出るって。でそういうさ、今もうハイブリッドが多いから、うん、あの違うのもあんだ。ゼロ、うん、な。だけどそこもまあじゃあ教えてください、うんねうん、そういうことや。みんなで教え合う、これも大事や、うん、でしょ。俺たちは別に博士でも何でもないんだ。いろいろ試して試して殺して殺して今やっとっていう感じや、でしょ、うんぜひこう なんかすごいこと知ってる人いたら教えて、試すから。でしょ、はい、はい。じゃあ何増やし方、増やし方、じゃあ切るところとかさ、あの見よ、待ってこれ僕のやから、うん、あのやられやっつけられると困るからこっちに逃げときますんで、でしょ逃げとき、これでもちょっと猫がいっちゃうかもな。え、うん、いいよそれでもいいよ。でも出てきよんけんなこれは。出てきてる。じゃあまたここ戻す。戻す。こっちは、こっちはさ、もうこれ切ろう。な？ほら。うわき。3個ぐらい行きたいけど、無理やな、2個には。今日明るいですね。まだ5時ですので。簡単やろ、うん、ただカットして刺す、ね、カットして刺す。カットして刺す。何カットして刺す。言ってんのか。刺す。刺す。はい。刺す。カットして悪いけどね。はい。これで終わりや。でお水をかける。はい、ちょっとこっちを、ちょっと待って、ね、こっちをちょっと、ちょっとこっち、うん、ほら目ちょっと目が悪いわ。こっちと出ちゃうということは目がない。ほら目がない。ほらあら、もしかしてやつがおった。おぶれカブトムシ。おれカブトムシ。カブトムシ。おらカブトムシ。猫がないね。調子悪いな、抜いてみたら早いよ。うん、ほら、あら、全部ない。はい、カブトムシ。カブトムシがおる。カブトムシがいるかもしれん。もう、やだな。うん、でも今これ刺したいな、うん、みんなのお家もこんなになってるのありませんか。おるやろ、うん、かけ散らかしてから。もう、ベストシーズンです、今。めっちゃめちゃ涼しい。ここはいいね。じゃあ昼間は太陽ガンガンでしょ。へぇ、カブトムシ。カブトムシは分からんけど出てくるかな。え、出てくる。おらんわ。出てくるよ。おらん。おらん、うん。今日さんからね、LINE が来るはずなんだ。なんで？土を出して。あ、これちょっと肥料入れたやつや。マグを入れたんや。もうダメやな、ダメや。あ、これ咲いてくれる？咲いてくれる？どういうこと？今忙しいんだけど。何が忙しい？カブトムシ、カブトムシ。
もう手が使えないんだから。なんで？ああそういうこと？つい子供出てくるからね。子供。はい、子供出てくるけん。分かった？はい。あんまり深くさすともったいないよ。でしょ？ふかふかすぎる。倒れるよ。もうちょっとギュッとしとく？ギュッとした方がいい。ホース持ってこようか。でロッティすぐ頭でかくなるけん。頭でっかち？頭でっかち尻相撲。尻相撲？よかった。しんどん。なんでかねえな。そうです。尿道がでかいんだよ。尿道がでかいけん。石なんかスレッと出ちゃう。気づかんうち出ちゃう。でしょ？あれ。いっぱい。いっちゃうなぁ、コケが。いっちゃうよ。ゆっくりしてんの。ゆっくり。ここ。どうだ、ダメだよ。ここ。綺麗になったら OK。簡単でしょ、多肉。腐っても黒いとこ全部取っちゃえばいい。で、茎が綺麗になったら OK。また根っこ出るけん。でも見て、根っこがないけど一生懸命出ようとしてるんで。頑張れ頑張れ、ラウル。頑張れ頑張れ、ラウル。もう刺すとかありません。こんなのじゃあどこまで刺せっていうの。でしょ。もうじゃあどうするかって。もういいや。立てとけ。立てとけばいい。子供は出てくるけん。埋まっても。それはもうダメやろうな。ダメや。多分ダメや。それもダメや。もうダメや。ダメ？うん。今日はね、もつ鍋を食べようかな。うわぁ。え？安いんだよ。一人前いくらと思う？もつ鍋。1000円。ブー。290円。なんでやろうか。すごい。それね、調べた。調べた？うん。なんだろう。やっぱりお金もかかってるらしいんや。どういうこと？でも、そっちが目的じゃないって。え？もつ鍋で利益を取ろうという目的じゃない。リエール？もしかして。そう、リエール。お酒で利益を得ようとして。お酒、うん、居酒屋って。あ、そうなん。うん、じゃあダメじゃん、飲まんけん。え、ダメ、悪いお客さん。悪いお客さん。そうなん。そういうなんて戦略。戦略になってないよね。うん、お酒飲まないんだもん。そういう戦略って。私はもう一切お酒飲みませんよ。そうね。次こっちをちょっと。はい、こっちを。よくいろいろやっている。じゃあこの人をどうやって。あ、危ない、パパのが。こっちをどうやって復活させるか。もうこれを植え替えるのはもう大変。大変。はい、大変です。これを植え替えるのは。多分でも吸ってるけんいけると思うんやけどな。こっちはいけるよな。ちょっと試してみよう。ということで、はい、植え替えない方法、これでダメやったら植え替えよう。な、上から根っこを出す。最後にね、すごい報告があります。見せますので、お楽しみに。最後にな、最後にちょっとあの違う種類で変化があったのでお見せするので、お楽しみ。これをかけちゃって、お水取ってくるけ。なに？上から。何？かけちゃって。ここを土で。あ、お水取ってくれ。うん、土をでいっぱいにする。土を補充します。うん、それでこれは。いいですか？
わかる？土を補充。土補充します。それで空気入れると喜びます。はい。めんどくさくなってきました。てれあと水で吹っ飛ばします。カモンカモン、こんな感じです。星いっぱいにしたって。星いっぱいにした。全部入れちゃったもん。見て、クビチンズいっぱいあるよ。クビチンズ見てチョコレートパフェいらしてる。はい、関係ないね。いい、ちょうどよくなるまで全部入れた。どうよ。これが大事よ。違う違う、溢れることじゃないよ。空気を入れてあげるっていう、こうジャーってほら、泡を落とさない、泡を、これ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 、うー、わかった。はい。電気ビリ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 マシーンで、ビリビリマシーン、これで根っこが出てくるかな。知ってると思うけどな。知ってるもんな。え？うん。知ってるよ。空気が入ってないだけ。空気が。これで復活でんがったらもう復活せないかも。ほっほっほっ。まあいいや、こんぐらいしゅうちゃん。オッケー、みんなロッティ分かった？はい。ロッティの達人になりましたか？もう一個言います。何？ロッティは寒いのが苦手です。ああ、寒いの苦手です。はい、ブキッっていきます、うん。気をつけて。それだけ。マイナスは気をつけて。うん、気をつけて。でしょ、はい、うん。とにかく肥料、肥料のタイミング遊んでみてください。はい。これから今からはもうピンクになるから、うん、ね、あんまり肥料をあげない方がいい。大きくしたい人は肥料をやってもいい、うん、でしょ。春まで長いから、うん、この間で肥料が切れて可愛くなるっていうのも楽しめばいいでしょ、うん、楽しんでよ多肉は。 OK、うん、ということは次、はい、本日のメインイベント、メインそうだよ、ロッティと思わせて、フロストラーズピンクになってきました。フロストラーズピンクになってきました。じゃーん、フロストラーズピンクになってきました。ピンク、あっ、パッパー、ピンクになってきました。フロストラーズどうですか、皆さんのフロストラーズはどうなってますか。どうですか。これまだ肥料が効いてるピンクです。うん、いいですか、はい、アップしてあげて、アップドアップ、うい、ドアップ、ほらドアップ、ピンク、ピンク、沖縄の人は見たことありません。沖縄の人はピンク見たことありません。かわいい、かわいいでしょ。はい、オッケー、それだけ、それだけ、うん、1、うん、でしょ。もうあの子を見て何百個取った。市川ファームの白鵬さんはまたモリモリです。取っても取ってもモリモリです。また取らんといかん、また取らんといかん、これ。でしょ、はい、最後に私のロッティもう一回見せてくれます。錦ロッティ錦、もう盆栽かのように楽しんでおります。どうよ、かわいいでしょ。はい、ドア
もういいか。もういいか。よし、はい、どうぞ。はい、ということで、これ達人シリーズ、一種類ずつ教えていきます。やってほしいもの、コメントください。はい。もう一日一個です。何万種類あります。何年かかるんでしょうか。大丈夫。え、いや大丈夫です、大丈夫です、子供もいっぱい出てます、うん、大丈夫です、はい、ね、はい、OK、 はい、はい、じゃあコメントくださいね、コメント、はい、それでは宣伝に入ります。はい、はい、どうぞ。はい、宣伝です。はい、3月29日30日兵庫県で、兵庫県淡路島花みどりフェアに花園フェスタミニが開催します。はい、ただいま出店者さん大募集中です。はい、キッチンカーぜひぜひお願いします。ちょっと来てます。ちょっとキッチンカーじゃなくてもいいんだ。あ、キッチンカーじゃなくてもいい、はい、調理の方でも、調理でして作って持ってきてもいいし、うん、許可がいります。はい、ね、それをちゃんとしてください。はい、いっぱい出てください。お願いします。お願いします。はい、はい、あとは、あとは日比谷公園ガーデニングショー出ました。日比谷10月19日から27日までです。はい、27日日曜まで、はい、はい、9日間、はい、遊びに来てください。販売もあります。はい、コンテスト、今世紀最大の寄せ持っていきます。コンテストね、はい、はい、持っていきますので、ぜひ見に来てください。見るだけ来て、うん、今日数えたら少し数えたら、もうすぐ万超えてます。まあ、苗数、寄せ植えの前、寄せ植えの数、苗数、万超えてます。もう数えれません、うん、3000とか言ってとんでもなかった。もう公園で3000になっちゃったっけでしょ、万超えております。万超えてます。はい、暇があったら数えますぜひ見に来てください。はい、OK、 はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、バイバイ。